今前半45分始まって、まず前線から勢いよくプレスをかけていった日本代表です。最前線に浅野が入ってプレッシャーをかけていきました。今立ち上がりだけ見ると2トップのようにも一瞬見えました。非常にこう迫力のある、はい、そうですね、フロントプレス。